比例代表近畿ブロックの宮本武史です。私はこの間、籠池承認の承認喚問を含めて国会で13回連続して森友問題、加計問題追及の先頭に立ってまいりました。安倍首相は森友加計問題の幕引きを狙って国会を解散いたしました。しかし次々と明らかになってきたことは、安倍首相による、また安倍昭恵氏による行政の私物化だったということに他なりません。佐川理財局長はその後国税庁長官に栄転をいたしました。断じて許せません。何としても国会に戻って引き続きこの闇を暴く、そのためにもどうか国会に戻していただきたい。どうぞ比例代表は日本共産党とよろしくお願いをいたします。